3時です。おやつです。下町グルメ選手権。皆さんのお近くのうちの商店街のここのあんパンが美味しいんやと、ここのたこ焼きが中がとろっと外側カリッとして美味しいんやと、ここのお好み焼きが美味しいんやとか、ここのポテトサラダが美味しいんやとか、コロッケが美味しいんやとか、いろいろあると思います、はい。そんな皆さんの地域では有名やと、ようここ買いに行くねと、みんな地域の皆さんはここで買い求めんねやという、そういうお店がありましたらぜひ教えていただけませんかというふうにお願いをさせていただいております。今日はですね、上中 AD の方からですね、ここに行ってきてくれという指令の中、おやつ娘の佐藤桃子さんに行ってもらいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さあ佐藤さん、はい、今日は上中 AD からどこに行ってきてくれというふうな指令をもらったんでしょうか。はい、今日は堺市堺区にあります芝の屋というお店に行ってきました。芝の屋さんですか、はい。なんかあの芝の屋と聞くと、まあ和やろなという感じがいたします、うん。和菓子屋さん。和菓子屋さんです。はい、あのどら焼きを、はい、主にどら焼きですか、はい、取り扱っているお店でして、まあ、でも堺の和菓子屋さんというと高岡さん伝統を感じると思いませんか。そうですね、あの和菓子屋さん多いですしね。多いですもんね、はい。だからね、だいぶ長いことやってはるんですか。実はですね、今年の9月23日にオープンしたばかりの、はい、新しいんですね。新しいお店なんです。ということはまだ三月経たない。そうなんです。ぐらいの、はい、まだピカピカの。あ、そうですか、はい。まず場所ですが、その、芝の屋さん、これ漢字で書くんですね。あ、そうです。芝は、うん、あの、まあ、柴犬とかの芝ですね。野が、なんて言えばいいですかね、あの、うん、乃木坂の野ですね。そうです、そうです、乃木坂の野です。昔は乃木大将の野言いましたけど、今も乃木坂、はい、乃木坂の46ですから。そうです、そうです。に、矢は、あの矢後、家ですね。家ですね、失礼しました、はいはい。家で芝の屋さんですね。芝の屋さん、はい。場所はどこにあるんですか。はい、南海高野線の茂津八幡駅が最寄りでして、茂津八幡の駅ですね、はい。南海高野線の堺東三国ヶ丘茂津八幡、はい、というふうになりますから、はいはい。で、駅からの行き方もすごく分かりやすくて、うん、あの茂津八幡駅を降りて、もうそのまま北へまっすぐ進んでいってください。駅降りて北へまっすぐ進むんですね。はい、はい、そうです。あの東側に広陵公園という大きな公園がありますので。公園があります。広陵公園という公園があります、はいはい。その公園を越えてすぐのところに、だから公園沿いに行ったら、あ、そうです、そうです、東側です。北側にそのままもう公園沿いに行ったらすぐ分かるというところ、はいはい、歩いてどれぐらいですか。歩いて大体まあ 4-5分ぐらいで、らい、はい、着く距離かなと。分かりました、はい、はい。そこに芝の屋さんというお店があります。そうなんです。で、さっきどら焼きって言って言うとありましたけど、はい、もどら焼き専門店ですか。そうですね、基本的にはもうどら焼きをやってらっしゃって、まあ、他にはちょっと和菓子も少し。そうでしょうね、はい、大抵あの和菓子屋さんでちょっと片隅でどら焼きを作ってるというのが、うん、そうそう、はい、あのガラスケースの上に乗ってるんですよね、はい、必ずありますよね。つい買っちゃうんですよね、はい、そうじゃなくてどら焼きが割とメインで。そうなんですよ、どら焼きがメインのお店なんですね。これはちょっと珍しいですね、どら焼きメインというのは、はい、は。あの店主の高桑洋平さんという方が、もともと和菓子がお好きで、あの高校生の時に高校の近くにいた和菓子屋さんの常連さんだったそうで。高校生で和菓子ですか。そうなんですよ、男性の方なんですけど。これは珍しいですね。そうなんです。で、そこで高校の時からバイトして、卒業後にもそこで弟子入りというか、そこで入って、そのままですか。そうなんです。すごい入れ込みようですね、はい、和菓子がすごい好きで、最初はでもその製造するとかではなくて、和菓子のファンで好奇心でってやっていくうちに、だんだんこう和菓子作りも、はい、のめり込んでいったということで、あの最初の職場ではずっと製造のところで、あの本間も原田俊治さん、俊治さんじゃないや流れてて、あの今日今回お話ラジオ聞いてくださってました、はい、ずっと職場で流れてたそうです。あら、ありがとうございます、はい、修行先でね。いやいや、そうなんですか、はい、今回びっくりしたと言われてました。あ、そうですか、ありがとうございます、はい。で、あの今回でいろいろ堺だったり、あの、うん、最初は三原の方でやってたそうなんですけど、まあ、堺だったりあと京都でも修行をして今オープンに至るということです。すごいな、いろんなところね。でもきっかけが高校生ですよ、うん、はい、高校生の男の子が和菓子が好きで、そのまんまその中入るなんて、はい、これは珍しい話ですよ。珍しいし、よう出会いましたよね。もう自分の転職を見つけたわけですよね。そうですね、はい。それで今持ってきてくださったんですけれども、はい、まあ
高岡さんと二人言うてたんですが、入ってきた途端にも香りが違う、すごい香り、はい、いい香りが、香ばしいというか何とも言えない香りが、かなんな、こんだけ香り漂うそのどら焼きってあんまり見たことないような、ねそうなんです、皮がもうでまた、色も茶色のねちょっと焦げた、なんとも言えない、ね、ちょっと濃いめの 色、色してますわ、これは、はい、焼いてはるお店で焼いてはるんですか、お店で、はい、あの実演販売みたいなのもされてて、はい、あの午前中に行けば9時から11時ぐらいの間ではあの焼きたてが食べたいですと言えばその場でも作ってくださるそうです。焼きたてのどら焼きを食べられる、はい、面白い、午前中の時間帯はなかなか熱々のどら焼きって食べたことないですそうなんですよ、回転焼きやったらあるけど、はい、どら焼きはないわ、ほんまですね、はい、なので今日はですねそのオーソドックスな定番の芝の上のどら焼き、はい、まず、はい、食べてみてください。早速いただきますが、まあとにかくね色と香りだけで、はい、まだ食べてないんですよ、色と香りだけで絶対美味しいともう確信してます、はい、え確信できるもんです。ちょっと中割ってみますね。割るとどうやろ。見てこのあんこ。うわ、しっとりしてる。しっとりしてる。持った時にしっとりしてますよね。ものすごいしっとりしてるわ。すごいしっとりしてる。そう、端見てください。ちょっと蜜が出てる感じですもん。キラキラしてますね。キラキラしてます。ほんまや。ね。うわ、いただきますね。ポテポテってします。うん。うん、わ、割と弾力がある。へえ。よう、できてるわこれ。いただきます。もう外側は口の中入れて含んで 2,3 噛みしただけでファーッともう溶けていくような感じ、はい、そこにあんこが絡むんですが、あんこも同じように絡まって溶けていくという感じですね。そうなんです。もうあの無添加無着色、無着色で保存料一切使ってないということ で、 あ、そうなんですか、はい、この小豆もですねちょっと粒感が残ってますね、はい、感じがしますよね、粒感残ってますね、はい、うん、あの北海道産の大粒小豆を使っているということで、大粒の小豆を使っていると、はい、これは粒あんなんですね。そうですね、粒あんっていうのよりは粒が少ない、うん、こしあんっていうよりも粒が残ってるっていう感じですよね、はい、だから粒あんとこしあんのちょうど中間ぐらい、うん、な感じに、うん、見た感じはないですか。そうなんです、この皮の弾力、確かに弾力あるんですよ、はい、弾力あるけど溶けていくという、そうなんです、しっかり使ってる小麦粉だったりあの卵にもこだわりがあって、ないとこもどら焼きできません、うん、はい、そうですね、やっぱりこの焼き色にするのもすごく難しいということでした。で、はい、だってムラがないですもん。そうなんです、すっごい綺麗な焼き方、はい、焼き色なんですよね。本当にね、まあ、濃い、はい、なんですかね、こう茶色というか、はいはい、多分皆さんの家の中でこう、うん、リビングの下の茶色のこういろんなリビングあると思いますよ。そうですね、うん、いろんなリビングあると思う、はい、濃いキツネ色ぐらいでちょうどいいと思います。ごめんなさい、うちのリビングに近かったから、原田家のリビングがそうなんですね、この色に近かったんで、はい、そして今日はですね、はい、もうあの1種類ずつ、はい、あの原田さんにはあの季節限定のいちご生ドラですね、ちょっと、はい、いちご生ドラ、生ドラです。この生はドラにかかってるんですか、いちごにかかってるんですか、ね、生クリームの生ですね、生クリーム、はい、そっちにもかかってなかった、そういうことよね、生クリーム生ドラということで、でもここ覗いてるのが生いちごですよ、これ。そうです、いちごなんです、ウィナーかと思った、いちごでした、そっちはこちらがほうじ茶とほうじ茶生ドラ、ほうじ茶流行ってますからね、はい、これはほうじ茶の生クリーム、生クリームです、ほうじ茶に生、生クリーム合わせる、これも珍しいね、うん、そうなんですよ、ちょっとさっきいちごの香りがまた立ってるということは、いちご使ってんねん、いただくよ、うん、めっちゃうまい踊ってる踊ってる、めっちゃうまい、生ドラどうです、生ドラこれ、いちごとあんこと生と、もう見事な溶け合い、はい、なんなのこれ、いちごもあの佐賀ほのかを基本的には使って、佐賀ほのか、はい、もうふんだんに使って生クリームとホイップを合わせて、この生クリームをへたらないように、はい、工夫をされてるんですね、へたらないように難しいです ね、 そうですね、挟んでますからね、そうなんですよ、どうしてもペチャっとしちゃうんですけれども、うん、このね3つの味がね、はい、いずれもねちゃんとあるんですよ、はい、いちごもあり生クリームもあり、それがあんこもあり、でこれが溶け合ってもしっかりとこの3つの味を感じながら喉の奥へと消えていくという、はい、うまいわ。そっちどうですか。この、うん、
ほうじ茶生クリーム、うん、ようできてますね。そうなんです。これ難しくないですか。ほうじ茶の味がする、難しいと思います。ほうじ茶の味がする生クリームなんですよ、はい、だからなんていうの、そのあんこも一緒に挟まってるんですけど、お茶のまあ苦味じゃないんですけど、うん、お茶の風味とあんこで楽しめますから、うん、お茶がいらんのちゃいます、うん、いいと思うこれはの京都産のほうじ茶と生クリームを混ぜたもので、女性にもすごい大人気ということで、うん、口に入ってる分に香りも広がりますね。でやっぱりね、これ外側がしっとりしてるから、はい、あんまり水分持っていかれへんから、お茶飲まんでもほんまそうですね、うん、いけるようなそんな感じですよね、はい、もう生クリームの甘さとあんこの甘さがすごいちょうどいい。おいしい、うまいわ、これはうまいわ。そうなんですよ、うん、であの上には今何もついてない状態なんですけど、はい、12月27日からこういうかわいい柴犬の夜勤がついたどら焼きも販売されるということで、どら焼きの表面に夜勤がつくんですか。なぜ柴犬なんですか。あの柴犬がお好きで、名前も柴の屋さんも柴犬から来てると。そこからですか。そうなんです。これ柴なんですか。そうなんです。これ奥様がデザインされたということで、めっちゃ上手。来年ネズミ年やから、ネズミかな思ったらこれ柴犬なんですね。これネズミには見えないですよ。あ、そうなんや。芸春って書いてあります。そうなんです。あのお餅の上に。お正月バージョン。でも芸春で柴犬はちょっとおかしいでしょ。いやいや、可愛いじゃない。はい、今日はどなたが、はい、今日はですね、芝野屋の店主高桑洋平さんとお電話つながっています。高桑さん。あ、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。いやー、今いただいたんですが、まあ、よーできたどら焼きですねこれ。ありがとうございます。はあ、その高校時代から和菓子を好きになったという、うん、はい、そのお店はどこにあったんですか。堺市 の三原区にありまして、はい、今はちょっともうなくなってしまったんですけれど、そこでどら焼きの実演販売をしていまして、そこから、はい、ちょっと和菓子の作る方にちょっと興味を持ちまして、はい、でこの世界に入ったという形ですね。まあ、人間というのはどこにこの興味を持つきっかけがあるか、でそれが仕事になっていくわけですから、すごいな、思いますね、はい、ありがとうございます。で、まあ、お店を持ち張ってまだ3ヶ月ならないということですが。そうですね、9月末から、はい、お店始めましたので、まあ、まだもう少しで3ヶ月ですね。なるほど、はい、お客さんはどうですか。ぼつぼつつき始めていらっしゃいますか。そうですね、おかげさまでリピーターさんもよく買いに来てくださるので、はい、ありがたい限りです。そうね、一回召し上がったら絶対もう一回と思いますもん。美味しいですから。あ、そうですか、ありがとうございます、いやでもね、今高岡さんと言うてたんで、ほんまようできたどら焼きやなと。あ、そうですか。これやっぱ高校生から修行に入っていらっしゃるという、それがもう分かりますわ。そう、ありがとうございます。やっぱりね、多分、高岡さんご自身がどら焼き愛があるんやろうなと、はい。あ、そうですかね、はい、そう言っていただけると、はい、よーく食べはったんでしょう。ここまでにいろんなところの、ね、まあ、いろいろ、まあ、勉強にしろ何しろ、ね、はい、やって、はい、まあ、この商品が、まあ、出来上がったとは思っています。そうですよね、はい、まず焼き目というか、これが実に綺麗なんですが、うん、あ、ありがとうございます。この焼き方っていうの難しいでしょう。そうですね、その日 の気温や湿度によって上がり具合とかも変わってくるので、その日に応じて火加減もその生地の硬さとかも微調整して、はい、一番いいどら焼きの生地を作れるようには心がけております。その日によってやっぱ違うんですね。そうですね。うん、であとあんことこの溶け合い方、いちごの方もいただいたんですが、まあ、見事に三位一体、はい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。まだまだ種類増やしていきたい感じですか。そうですね、これからも季節限定のものなども考えておりますので、はあ、はい、はあ、それこそ年明けてバレンタインとかにチョコレートを使ったものなどもできればなとは、うん、はい、思っておりますので、バレンタイン用にはぴったりかも分かりませんね。洋平さん、はい、これ、まあ、3ヶ月弱なんですけれども、はい、お店の方は、陽平さんとあと奥さんとやっていらっしゃるわけですか。そうですね、お店の方は僕と妻と2人で、はい、切り盛りしております。ご結婚されてどれぐらいなられるんですか。今年の秋で、5年です。5年目にしてお店を持ってお二人でやられると、はい、そういう意味では今年は
ものすごいある意味新しいお店を持ってという気持ちが全然違う年になったのと違いますか？あ、そうかもしれませんね。言語も新しくなって、なんか僕らも新しいことを始めて、ね、すごくなんか思い入れのある1年になったとは思いますね。そうですね。いや、お店スタートしたばっかりなんで、これからなんで、ぜひ頑張ってください ね。ありがとうございます。どら焼き食べさせていただきました。美味しかったですわ。これは間違いないどら焼きでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、奥様にもよろしくお伝えください。失礼いたします。失礼します。芝野屋さんの高桑洋平さんという方に出ていただきました。いや、でもこれ美味しい。食べたいわ。他のバタードラとかも。あと何がある？バタードラっていうの、はい、あの生ドラ合わせて全部 8種類今のところあるということで。8種類ね、はい、栗もありますね。そうなんです。栗ドラ。ちなみにお値段の方ちょっと聞いておきましょう。はい、まずこの芝野屋のどら焼きですね、はい、一番定番のものが180円です、うん、でほうじ茶の生ドラが250円、いちごは、いちごが290円です、うんうん、あの2階であのカフェもあのされてますので。ああ、そうなんです。おしゃれなお店ですもんね。そうなんですよ。なのでそこではあのこの生地のパンケーキ、ドライヤーの生地のパンケーキを食べられたりすると。これいいんちゃいます。そうなんです。ぜひちょっと。いや、これはいいよ。私ら今ドライ焼き食べましたから、はい、このドライ焼きの側を今口の中に入れてますから、よう分かるんですが、むちゃくちゃうまいんですよ、これが。そうなんですよ。これをパンケーキにしたんですか？パンケーキに。それは違反でしょ。違反。パンケーキ、あんことかバターも添えられてるんですね。そうなんです。こんな感じでちょっと今写真あるんですけど、はい、パンケーキのトッピングとしてあんこを楽しむ。これはたまらんでしょう。はい、もう確実に美味しいと思います、ね、そうですよね。お店行ったらそれ食べることができる。あ、そうですね。これは午前9時から11時の2時間限定ということです。限定、朝2時間限定、はい、モーニングやね。そうなんです。モーニングでもランチでもあらんじゃいけないですね。モーニングです、ぜひ皆さん、はい、行かれてみてはどうでしょうか。うん、これは値打ちあると思いますよ。駅から近いですしね。そうそう、得点先行きましょう。ああ、ね、得点、はいはいはい、10点、はい、満点。いやー、びっくりしました。長く愛されるお店になりますよ、きっと。申し訳ないです。このコーナーでもどら焼き何度もこうご紹介してますが、一番ですね、これ。間違いなく一番ですね、これは。はあ、美味しかった。ありがとうございました。ごちそうさまです。もう一度、堺市堺区にあります芝野屋さん、皆さんとりあえずあの堺の方行ってみてください、はい、お近くの方行ってみてください。もう一回場所を言いますんで、よう聞いておいてください。はい、南海高野線モズ八幡駅を降りて北へまっすぐ進んでいってください、うん、高陵公園という大きな公園見えてきますので、その公園を越えてすぐのところにあります、うんうんうん、おしゃれなお店ですよ。おしゃれなお店です。すみません、食べてしまいました、はい、あんまりにも美味しいから、はい、うん、ということで、今日は芝野屋さんご紹介いたしました。喋らなあかんのに食べたんですか今。自然と手がいったんです。どのタイミングで食べてるあんまりにもいい香り。なんで手出してんのかな。すいません、申し訳ございませんでした。さあ、モーズ八幡の駅から歩いてもう 3,4 分のところだそうでございます、はい、ぜひ行ってみてください、ということで、皆さんもぜひこのコーナー、その情報をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。おはがきは郵便番号 552-8501 552-8501 ヒット&ヒット3時です、おやつですの係まで。ファックスは大阪06-6577-0301、メールはヒット HIT です、ヒットアットマーク OBC1314.co.jp、 こちらの方までお寄せください。採用されますとラジオ大阪のクオカードのプレゼントがございま す。ぜひまず一報いただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。佐藤桃子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。